シャス、田中です。今回はちょっとチームデスマッチでおひわい縛りやってみたいかなと思います。アフターマス、最悪なステージが来ましたね。うわー、マジかよ。俺もここ嫌い。まあ、おいはぎ縛りっていうのは倒した敵の武器をパクってプレイするってわけですよ。で、初期のウェポンは一応ハンドガンを持ってきてますという形でやっていきたいんですけど、ここはちょっといいとこまで来てるから、まあでもチーデスだったらいっか。ドミネーションかまだマシだ。うん、で敵抜けないから大丈夫大丈夫。ドミネーション抜けるから、ここ絶対ハーフラウンドで抜けなかったことがないぐらい。本当にここはそういう意味でもあまり好きではないマップの一つなんですよね。さあ、右側から行こうかな。うー、奇獣とばったり会うなんて運が悪いな。あー、走る。裏取っちゃおうかな。はい、ゲット。はい、サプレッサー、いいね、いいね。ストックか、しかもオフ、いい武器落としてくれた。じゃん。えい、さあこの人は、おお、なるほど、これか。お、これはサプレッサーの人か。じゃあサプレッサーもう一回使いましょう。あ、やる、今のゴリ押し。グリップついてるね、 MSMC 珍しい。え、ゲット、あんま嬉しくない。おい、君もハンドガンかい、君もハンドガンかい。これ敵どこにいるんだろう。あ、いた。あの後ろ、あの後ろ。ああ、もう難しい。ああ、ダメか、スナイパー何にもついてなかったな。あれは外れだな。あんまり拾いたくない。よし、後ろ取れるんじゃない、もう自然にね。後ろパーって走っちゃえばいけるんじゃない。どうよ、あら、こっちか。おほほほ、くそー、2人来たら1キルで精一杯だぜ、マジ。どうよ、あー、いる。おお、味方さんが華麗に。嘘、こう、ワープじゃん、これ。パッて現れたよ。勘弁してよ。ここのマップ、そんなワープステージじゃないのにな。さすがに無理だぜ。ハンドガンでこう、構えて待ってるところで、ワープは。難易度高すぎ。あー、走ってる。オッケー。いいね、MSMC グリップの人だ。あー、怖。行くのやめよう。おー、いいね。ナイス。あー、これは MSMC の人っぽいな。はい。あー、なんか同じ人殺しまくりますね。まあ、チーデスでよくあるあるっていう話なんですけど、同じ敵さんをね、何回も殺すっていう、殺される敵がね、同じとかよくあるんですよ。あの奇獣の人まだ一回も倒してないと思うんですけどね。あとハマー使ってる人か。よし、オッケー、この人じゃない、ハマーの人っぽいね。よし、ゲット、ハマーか、久々。おい、来てるよ。どこだい？オーケー。うお！あー、やるねー、スナイパー。当ててきますね。3点差か。まあまあ。よし。クリア。お、オッケー、ナイス。同じハンドガンの同士ですわ。うわー、ダメか。近距離 KSMC は厳しいか。これをもうちょっとね、パパパパパって打てたらいいけど、それは理想。来ないかな。
こうやってやってたらこっちから湧くことあるんですけどね。まあいいでしょう。今日のところは素直に行きましょうか。あー、いるね。上に上にいるのはわかるけど、そうだな。おー、砂もいるね。いる。いやー、走れ走れ。オッケーオッケー。サプレッサーゲート、まだこっちか。あはは、ダメか。やるね。やっぱさすが持ち主だな。ちょっとこんだけ特化引っかいやってたらさすがに持ち主に負けちゃうか。 UAV 出てる。あー、ダメか。この人もあれ2人いんのか、バカンサブ。なるほど、だからか。結構多いなーって。あ、いるいるいる、スナイパーだ。あー、ダメか。グリーン車にちょっと力込めるとね、ちょっとでもエムずれたら修正ができなくなるって悲しいですね、ほんと。いるいるいる。あー、ダメか。くそー。あー、これができない。同じハンドガン同士ですわ。おー、なんて爆殺。素晴らしい。ここスナイパー見てそうなんだよ。あー、くそ、できねえ。ダメだ。くそー、比率がやばいやばい。もうリーチかかってるから、これ以上死ねないんだわ。怖い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 。オッケー、オッケー。おお、いい感じ。最後まとまりましたね。こんな感じで追い剥ぎ縛りをやってみましたけど、どうでしょうかね。でもやっぱハンドガンありきじゃないと厳しくないですか。で、自分がラスキルか、これ。ラッキー。まだなんかできるかって思ったけど、いやー面白いけど、ちょっとこれ難しいぞ。難易度高いわ。ハンドガンで、ハンドガンでやってやってるのにもかかわらずこれだけの難易度を誇るっていうのがなかなかですね。よし、次はじゃあハンドガン変えますか。57に変えようかな。57の方がやりやすいんじゃないかな。まあ、単発系はこれぐらいしかないですからね。ハンドガンは、ハンドガンもうちょっと増えてもいいと思うんだけど。ハンドガンだよ。ハンドガンで追いはぎだよ。カーゴやろう、カーゴ。カーゴはね、立ち回りやすいからいいと思う。でも、アフターマス、悪くないけどな、やっぱ。チーデスだったらまだいい方ですね。チーデスだと、まあ、タービン、まあでも、まだいいかな。そんなになんか、人が少ない感は出てなかった感じが。みんなモンハン買った。ドローンか。まあいいよ。ここもまあまあだから。なんか、あんま好きじゃないマップに連チャンっていうのもな、ちょっとあれだけど、まあいいでしょう。やっていきましょう、追いはぎ縛り。まあくれぐれもね、やっぱ比率が下回ったらね、やめないといけないですからね。さすがにね、そんな比率マイナスでね、いけるいけるなんていけねえっつうのってなりますからね。そんなマイナス3ぐらいじゃないですか、見極めとして。まあ3ぐらいだったらまだチームとしてね、まだ僕は許せるんですよ。その比率っていうか、そのプラマイですよ。プラマイ3ぐらいだったら1位の人がカバーするぐらいがね、ちょうどいいと思います。でもそれ以上は NG10 とか5とか、ダメダメダメ。そんなにマイナス叩いちゃ1位の人かわいそうだから。ほんと、うわー、ちょっと無理。あー、これは無理だわ。もう完璧にもう分かってるんだもの。やばいな、このタック45ね。これね、こうやって止まった時振動がブルってなるのがね、なんか嫌なんだよな。オッケー、イエーイ。はあ、ねえし、取ったな。えげつねえぞー、私の武器を取るなんて。あ、一周してきた。よし、帰ろうじゃ。帰ろ帰ろ。
こっち側の方が安全かな、味方多いしって思ってたらダメだから、逆リスですよ。チームデスマッチは味方と逆の対角線上に敵が湧いて出てくるというゲームですから、ここに必ずいるんですね。いるんですよ。こういうことが分かってるとね、非常に立ち回りがしやすいですね。これリスキルですね。リスキルでリスキルっていう。まあこういう風なね、まあ単純ですよね、本当。味方の、まあでもいろいろこれは分かりやすい例ですけど、特にドローンとかだとね、分かりやすいんですけど、まあでもそれをね、やっぱいろいろな場面でって言ったら、まあそれなりのね状況判断が必要なんですけど、今の状況だとほら寄ってるじゃないですか。これもう簡単ですよね、こっち側行けばいいって。嘘だろ、どこ来たんだこれ。片町か、違う、ちょうどか、こっちいそうだな。いても、あ、いないいないいない。味方が近くでリスポーンすると、大体敵はまあ遠くにいるっていう考えでいいと思います。でもね、味方がリスポーンしなかったらもう敵いるよっていう、もうね危険信号だと思ってください。上にいるんだけど、ちょっと待って、下からこっちから来るんじゃない？ OK、 やっと武器拾えたよ。もうハンドガン縛りだもん、ただのこれねえ。ハンドガン縛りもまあ別に嫌いじゃないんですけど、趣旨が違いますから。おお、ここにいるでしょ。やっと強くなれたんだからね。OK、 あー、リスポンするぜこれ。そしてまたここに、あ、いたいた、あれ敵じゃなかった、味方か。お、敵もいるぞ。 OK、 やらせません。そして武器がないと、落としてくれてないですね。めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。カウンター、 UAV、 よし、こっち側に行こう。隠密行動で、まあ死ななきゃいいんだよ、死ななきゃ。いいよ、あ、そっか、ライトウェイトのあれあるから。よし、なんかちょうどいい。あー、待って、上にもいる。あー、マジか、せっかく最強装備になったのに、またハンドが200戻りかい。これはちょっと上の人リベンジしに行くしかないですわ。いないだと、あ、待て待て待て、君は何落とした。いや、多分これじゃないな。これ使ったらルール違反ですからね。なんとなくこだわりのルールじゃなくなってきますか。 OK OK、 いいなこれ。よし、またこれゲットだぜ。いないいない、逆か、もう一人何落とした。あ、タイプ20を使ってねえや。使おう使おう。 OK OK、 リロードしねえと、やばやば。おうおう、スタンポイポイっと。おう、フラグが効かねえよ。よし、あー、ダメかー、クソ、走っちゃったな。おお、でもいい感じ、これタックの方が。ハンドガンってね、タックでもなんかあんま変わらないよーっていう風なことねなってますけど、割とタック強、やっぱ使いやすいかなーなんて思うのは僕だけですかね、やっぱな。お、この人どこ来た、どこ来た。ああ、走ってたのか、なるほど、さっきの味方チームの人でしたが、ハンドガンの勇士ですね。いや、別にハンドガン縛りしてるわけじゃないんで、私は。でも使います。ああ、やばいやばいやばい、死んじゃ死んじゃ。ノーイス、味方のこの素晴らしい横からの援護が。うわー、これは厳しいな、ちょっと待って、無理。ははという感じで、今回はチームデスマッチ追いはぎ縛り2本立てということになってましたけど、まあでもなんかアバカンのサップがやたら落ちてる試合でしたね今回は。まあでもなかなかね、タックの方がやっぱ
殺しやすいかなーなんていう感じでしたかね、やってみた感想としては。はい、そんな感じです。57もいいんだけどね、なんか威力が足んないかなって思うことがあったんで、とりあえずこの辺にしておきたいと思います。それでは次回もかかってこーい。